さの炎か。あんた、また生き残ったのかい。なんとなくはわかってるんだろ。あの片腕の鬼が、元は何者だったのか。おう。だったら、しょげっかえるじゃないよ。ずっと仏を掘り続けてなお。炎鎖の炎に焼かれ、鬼となり苦しむは、あやつの自業、因果なのさ。あんたはそれを終わらせた。送ったんだよ、あやつも。きっと感謝しているさね。あんた、覚えておきな。炎鎖はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっとひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。